ハネガミの派手機の o u t u b e r とよくしゃべる脚本家のやうわんだっけな無限まやかしだ 大島です高野湊です「です無限前貸し」とは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわち前貸しを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます,す今期最高のドラマが終わりました終わってしまいましたいやー続編はありえないのかねあれ続きやっても野望だよ全員生きてるもんねああ全員生きてるけど全員絶対生きてるもんねでも野望だよ <laughs> 続きはあれはもうあれで美しく終わったの そうか。でも。誰も捕まってもないしね。誰も捕まってもない。<laughs> ちょっと待って、ちょっと、これミスリードなのか <laughs> これミスリード、今すみません、ミスリードしてしまいましたね。はい、今、はい、あの今期ね、最藤のドラマと言ったら、はい、ね、あの、ビバンを思い浮かべちゃうあれ、高予算部門だから。そうそう、高予算部門だから違うんです、はい、で中予算部門もまあ結構あるんですけど、低予算部門はやっぱ僕は嘘コンですね。はい、いやー、素晴らしかった。 最終回、ちょっとね、一番面白かったかもしれない。震えたね。<laughs> 本当に。うん。っていうか、あの、最終話まで見て、はい。いかに計算され尽くしてるかっていうのがよく分かった。いや、本当そうよ。なんかさ、ほら、それこそさ、高予算部門 v i v の話でさ、はい。あの、脚本が全話できてから、うん,うん、うん、あの、ロケ場所も決めて、撮影スケジュールも決めたから、うん、てた。結構、例えば最終話のシーンを割と初期に撮ってたみたいな、はいはい。話とかあったけど、はいはいはい、うん。 これね、嘘本もそっちよ。なるほど。もう完璧に計算されてる。いや、本当に。すごいわ。なんかな、すごい。え、そこまでやるみたいなね。うん。え、ね。そんな、なんか、名作映画を見てるみたいな。わかる。だから映画なんだよ、作り方が。ね、80年代とかの、もう世界で有名な名作映画を見てるみたいな気持ちになりますよね。いや、もう。プロットとかは完全にそうだよね。本当に美しく、何の無駄もなく演環が、 ピチッとハマるというか。バックトゥーザフューチャーとか見た感じとかになんか近いんだよな。もはや。でもそう大げさかもしれないけど。いや、大げさかもしれないけど分かるよ。いいわパラサイトとかバックトゥーザフューチャーとかさ、あのレベルのを見た気になるんだよな。だからなんかそう思わせる一端はね、やっぱね、無駄な回がない。うん、ないね。で、やっぱ時間がこうタイトな枠だからこその、まあ22分ですからね。そうそうそう。22分かける12話ですからね。なんかこうサブストーリーみたいなのが、 マジでない。それっぽく見えるんだよ。ねね、だって他のキャラクターの掘り下げる話とかあるじゃない。神道とレミの会話ね、<う>2話ずつ咲かれてましたからね。ね、でも、うん、あれ、全く無駄じゃないっていう。そう、てか、あれがなかったらむしろ結構ね。そう、もうなんなら成立しないのよ。うん、やっぱり、ね、あれね、全12話、うん、どこ撮っても成立しないっていうのはこれも映画よ。いや、そうなんだよな。ドラマって結局、うん どっかは抜いても大丈夫なもの多いんだよ。そうだそれは完成度が悪いって意味じゃなくて、それがドラマだから。そういう宿命のものだから。そう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 。で、まあながらで見るものだし、そうそうそう。なんか一話見逃しちゃうみたいなね、視聴習慣とかは全然、まあ昔ながらの形だとあったって。まあこの日は帰れなかったみたいな。そうそうそう。でも録画するほどではなかったみたいな。そうそうそう。あと追いつけるっていう形だけど。あとやっぱさ、枝葉は枝葉でさ、豊かじゃん。うん。うん。それはそれで、やっぱドラマにしかできない贅沢だからいいんだけど、 これはもうぴったりぴっちり。ね、一応もう抜いてほしくないですね。抜いてほしくないね。で、それがね、ある意味今の時代のドラマの作り方だなと思ってて、うんうん、まあ、どうせ配信で一気見する人も結構いるからっていう作り方ですよね。うん、そうだね、うん。だから見逃さないでほしいところはきっちり詰めるっていうのが、詰めすぎても詰めすぎじゃないっていう作り方になってる気がしてて。あと、これはちょっと、あの、なんか、裏事情的な話だけど。はい,はいはいはい。結局さ、 今回のドラマは、あの、アイドルがかなり多いわけじゃない。そうなのよ。で、アイドルが多いものって、結局ソフトが売れるのよ。はい、あ、なるほどね。で、ソフトが売れるし、やっぱ、あの、物語っていうよりも、やっぱりその人が好きっていう動機がまず一番に来て、入り口になってね。そうそう、入り口になって買われてるし、その人が見たいから、当然ね、アイドルが好きでドラマを見たりソフトを買ったりする人は、何度も見るんだよ。なるほど。 で、その何度も見る人に、こんだけリッチっていうのが、すごいことだと思う。だからその、お金を払ってもらう、そエンドポイントとしては、ソフト円盤購入してもらった時点で、終わってるから、まあ、不義理しようと思えば、まあ、推しの誰々君誰誰々ちゃん出てるから、まあ、買ったし、まあ、尊いから見るけれども、まあ、面白くないよね、格好笑い。 みたいなものって、まあ、実はまあ、ものすごくいっぱいあるわけですね実際ある。もう、しょうがない。これ、そでその中で、まあ、作品にハマってる人もいるし、まあ、顔見るために見てるけど、作品にはハマってないし、クオリティが高いとは思わないので、あの、共通のファンの人以外にはぶっちゃけ恥ずかしくてあんま進めないみたいな人もまあ、結構多いと思うんだけど、今回、まあ、僕ら、えっと、第5話ぐらいの時点で、そうね。えっと、2回紹介してるんですけど、その時についたコメントで、まあ、結構ね、あ、俺こんなこと書くんだって思ったのが、なんかアイドルの出演者の人のファンなん なんだけど、うん、正直こういうジャンルは職匠気味であんまり見たくなかったんですが<ー>見てよかったですっていう,あもうファンの中でもそう,そうなんだというのがあってだからやっぱりそのね<ぁ>区切りというかお金に払ってもらったからもう一緒じゃなくて、うん、繰り返しの主張に耐えうるもの、うん、で繰り返し主張した上でさらに周りに進めてもらえるものっていうのが今の時代の。 なんか丁寧にね、ものを作んなきゃいけないけど、こう、横の争いが激しい時代の、なんかものすごく成功法だなと思いましたね。そうなんだよね。で、メインの4人がさ、やっぱり菊池風磨さん、長浜ねるさん、渡辺翔太さん、トリンドル・レナさんっていうのが、まあ、主なメインですよね。誰も専業俳優じゃないっていうね。これすごいことだよ。やばいね。アイドル、アイドル、アイドルモデルですからね。いや、これはすごいことですよ。で、それで固めながら、 あんなに自然な芝居を引き出して、うもう大好きだもんね。<う>あの、お芝居、キャラクターも好きだし、うん、演じてる本人も好きだし、うん、あの、もうね、最終話付近になってからの、3人ないしは4人くらいでの会話シーンの自然さすごくない、はいはい、そうなんだよな。俺さ、結構あの、 4人でさ、飯食ってるところも楽しいし、あの、なんか会議室で、あの、振動とレミちゃんが、うん、あの、たっくんのことをちょっといじってるみたいな、はい、ため池け、12回目、はいいや、13回、13回、はい、みたいなところとか、はいはい、超なんかこう、もう、 もう世間話の空気感が出来上がってて、ねうん、あれはね、やっぱね、本人たちもそうだけど、キャラクター設定もそうだし、うん、本もそうだし、演出もそうで、ね、うん、もう全部がうまいこと噛み合ってる。確かにね。うん、なんか僕はね、それで言うと、あの、専業俳優の全員が城を持ってるプロの人たちだと、うん、なんかね、ちょっとね、 あ4人いたら、ややこしい人1人いるっていうか、うん、その、危ないところ入ってきたな。いや <laughs>、わかんないよ。僕はそんなに現場とかを見に行ってるたちじゃないからわかんないけど、うん、なんか全員が友達になるってことは結構珍しいと思うんですよ。それはその通りです。うん。<で>うん、独特のなんか演技論とか、うん、ギリギリまで楽屋から出てこない人とか、待ち時間のたびに楽屋に戻るルーティーンの人とか、<laughs> で、分かってでも多分いるんでしようまあね、そうだと思いますよ。はい、だけど、やっぱアイドルと、 あの、モデルさんだから、うん、その、待ち時間長いのって多分大丈夫なんだよね、みたいな邪推がちょっと僕の中ではあって。あなるほどね。バラエティもめっちゃ出てる人たちだからさ。はい,は,いはい。なんかその間に、同世代の人たちと和気あいあいするのは、それも仕事の一つだと普通に思ってるみたいな。確かにね、あの、もっと、うん、あの、こう、役者よりもさらに顔の商売の人たちだ、ね。そうそう,そうそう。ね、モデルなり、アイドルなりって、なんかこう、対面というか、うん ちゃんと自分が、こう、なんていうのかな、明るく、その楽しく立ったり、その現場を盛り上げたりとか、いうのがそもそも仕事。そうだと思う現場を明るくするのが仕事の人たちだからね。菊池風磨さんなんてもうね、有名だけど、本当にムードメーカーだっていう話だから、それでもう引っ張りなこみたいなのが、いや、本当ね、それ、マジであるよ。やっぱこう、キャスティングの話でも、俺はよく現場のこと知らないから、あれだけど、 なんか、この人なんでいるんだろうみたいになった時に、あ、もうこの人は現場盛り上げてくれるとか、現場引っ張ってくれるこの人絶対、みたいな枠の人っているんだよね。で、それは、もちろん、あの、だから、なんか、あの、演技力ないけど、呼ぶとかじゃ意味じゃないよ。うん、うもうそれぞれにぴったり役割があって、っていうのはあるし、ねねうん、で、それはね、うん 不可欠なんだよね。そうだと思う。で作ってくれる今回の、まあ、そソコンはさ、うん、あの、出演者の人たちがみんな人気あるからっていうのも含めてだと思うけど、うん、オ,フオフショットが異常に出てるじゃないですか。そっか、出てるね。SNS のオフショット僕めっちゃ見てるんですけど、<ー>やっぱね、これ撮ってるか撮ってないかわかんねえだろうみたいな。はい,は,いは,いはい、そと<の> <laughs> ほぼ勝手に撮ってあげてるだろうみたいな。わかんないけど、そんな風に見える。なるほどね。出演者たちが、その、スタッフさんのスマホカメラを意識してないオフショットみたいなのが異常に多いんですよ。 でもそこまで言ったら勝ちだよね。そう。だってこう思わせてくれるってだけでさ、そう。素晴らしいじゃない、うん。で、なんか撮りますよ、みたいな一言言ったか言わないかわかんないけど、勝手に渡辺翔太さんにスマホ向けたら渡辺さんがサービスしてくれた、みたいな感じの動画とかも、普通にポンポン上がってて、うん、なんかジャニーズさんにしては多分結構、なんか本人の緩さによって緩くなってんじゃねって僕はちょっと思うんだよね。ああ、うん、でもそういうのあるよ、うん。で、それがなんかこう、ある意味、いい意味で、そのプロの役者すぎる、バキバキの現場じゃなくて、うん うん、ある意味こうなんかサークルっぽいというかその自主映画で友達同士で集まって作ってる映画とかの こう、ナチュラルな空気感みたいな。なんか自主映画って、その部屋の中の会話だけみ,みんな、みんなめっちゃ演技上手かったりするじゃないですか。あるある <laughs> なんか、殺人のシーンめっちゃみんな演技下手なのに、<ー>その飲み会のシーンの演技みんなめっちゃ上手いみたいな、たまにあるじゃないですか。<ー>でそれはその通りになってるからだと思うんですね。カメラはあんまり習してないみたいな。ね、だからなんかあの辺の同世代の人たちのアンサンブルっていうのが、なんか、あ、こういう形で成立するんだっていうのは、学園物とかじゃないで考えると、結構、あ、こんなに、 相互反応が目に見えて魅力的なのって結構珍しいな、いいなって思いましたね。珍しいよ。それはすごいよ。そしてやっぱその着眼点の複数がやっぱ大量にドラマ見てる人の名そうね。わかるんでしょやっぱそのさ、画面からさ、伝わってくるんでしょその逆の意味のやつも。考えなくていいんだけどね。考えなくていいんだけど。わかるわかる。あのね、本当わかるよ。なんかその、 現場のピリつきが画面越しにも伝わるのとかさあるじゃないそれはいいのもあるんだけどこれは緩くてでも閉まってるっていうことでいうとんかみんな場が仲良さそうっていうのはとても大事で最終回でも本当に外せないのは脚本がとてつもなく良かったよねっていう話をしなきゃいけないっすよねそれだけさやっぱもうこれに尽きると思うんだけどおい左利き回収する あれね、本当にびっくりした、俺。すっごいよな。マジじ、ビバン、ビバン超えだよね、まじ。いや、あの、その一点においては、そこは超えてるし、他のドラマも、なかなかできてない。そうね。あんなに、誰も予想しなかった伏線。うん。で、しかも、潜らせてるわけじゃなくて、違う。ちょいちょい出ては来てるんだよね。出てるし、俺ね、もうね、で、しかも、あれが、最後にさ、こう、左利きだっていう、 ので、えっと、過去に出た左に、あの、その、左じゃなくて右にいた、その、えっと、八重が、右にいたカットが、パン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 って出るじゃん。あれ狙って、ほぼ同じ価格にしてるじゃん。つまり第1話から、あれ絶対にやるって決めて撮ってんね絶対そうだね。もうそこが震えた。そこに向けてやってるよね。で、しかもさ、あれさ、全然ずるくなくてさ、あの、えっと、 2話だったかなあったあったあった。ねえっと、あの、ご飯屋さんに、たくんが設定したところで、たくん常連さんなんだねって言って。で、ここがポイントでさ、えっと、そう、常連さんなんだねなんだけど、えっと、あの、最初にさ、言うじゃん。あ、お箸、左向きだから、左利きだったからってって、で、いや、ここ、俺が作ったからって言うのでさ、 もう回収されてんのよ、こっちとしては。確かにね、一回ね、もう終わってんの。いや、結構不思議なんだよ。わざわざ左利きについてさ、言及するのって。でもここ俺のお店だから、えっていうので、もうね、終わってんだよ、こっちとしては。そう。だいぶ前だしね。だいぶ前だし。それでまたさ、あの、えあの、絵をさ、こんな形で使うかっていう。何回も出てくるね。何回も出てきたけど、あれは、あの、立ち位置が重要だった。 んていうところそう大体やっぱねもう凡クのドラマで言うと、うん、そのね幼なじみですっていうことを示すためだけに子役のシーンが挿入されてみたいなことが多いけど、うんうん、今回挿入されてる子役のシーンはノスタルジーっていう意味はもうもはやほぼないですからね。左利きっていう伏線と、うん、まああとあは風船の下りですね具体的に現在に接続するエピソードとして。 ちゃんと配置されてるっていうのがいいですね。うん、幼馴染って言って口だけでいいわけだもんね。そう、ね、本当に幼馴染だけで示すんであればね。いや、分かったね。しかもさ、うん、あ,のあの伏線回収はね、うん、ビジュアルだから、うん、セリフ一個もなかったじゃん。そう。そうか、俺は左利きなんてなかったじゃん。そう。もう、これがすごいの。<う>で、これはね、もうね、ちょっと、脚本だけでは、うん。 あの、できないレベルだからね。うん、木口さん自身の左利きっていうのも使ってるし、ね、そう、使ってるし。うん、で、絵、絵まで完璧に浮かんでないと、これが描けない。はい。で、しかもこれがエモくなるっていう確証も、文字だとむずいから。うん、なるほどね。もうこれやっぱね、みんなで考えてんだよ。なるほどね。なんかね、本当いいチームなんだと思う、俺。<ー>これ作った人たちって。そう思っちゃうよね、うん。なんかね、その、どうしても、ビジュアルのその反復といい、うん、なんかその布石の打ち方といい、うん、あとさ、 意図的に、うん、あの、絵をシンクロさせたりするじゃん。うんはい、それこそ左側に、えっと、右側に、八重ちゃんはいましたっていう絵も、意図的に同じような絵を続けてる、うん、真っ正面から、うん、もう、ちょっと違和感あるくらい真っ正面からのカットだった。後、ねうんうん、ポンポンポンだったし、うん、あとね、俺ね、えっと、最終話であの、えっと、引っ越し、うん、あの、するあ最終話の一個と前から、あの、もうさ、八重ちゃんがさ、ほら、引っ越しちゃって、はいはい、で、あの、 なんか、ポツンって一人で後ろ姿でさ。で、それがポツンと後ろ姿のさ、うん、あの、タックンと重なるみたいなところとかもさ、もう絵をシンクロさせたりも、うね、もう完璧に映画。うん、めちゃくちゃ、うん、美しく映画としての、うん、その、ビジュアルの伏線回収だったり反復だったりっていうのもやってるのが、もうほんとクオリティをガンガン底上げしてる。ね、このドラマを。 とんでもない22分でしたね。とんでもない22分最終回は。最終回やばいよ。ケントがさ、公園かなんかでビール飲んでるときにさ、あ、こっちかって言ってさ、それ、それだよずれるじゃん。あれあの時点では、まだそんなに意味が、え、ど、なんだこれっていう。わかんないんだよ。え、これ、あ、これごめん、何の復習だっっけみたいな。これなんか手がかりあったっけみたいな。なんだよ。え、あえ、え、なんだっけってなって、でもどんどん話が進んじゃうから、一瞬置いてかれてるんだけど、左利きの伏線、 回収しますよっていう、なんか予告みたいなのが、一瞬流れてるっていうのは。一瞬流れてんのあれはなんていうテクニックだいやー、あれは、あのね、もう、その、超、回収予告みたいな。でも独線回収地図ーみたいな。いや、あれはね、だから、あの、そんな風に思うのは、やっぱあの、説明がないからだと思う。そうだよね。そうだよな、お前左利きだもんな、とか、悪いな、左利きで、とか、 言わなかったじゃん。言っ,言った。ら伏線のあれなんだけど、うん、言わねえから。そう、全然説明しないの、言葉で。でもさ、それが良かったんだよ。そうなんだよな。そのおかげでさ、あの22分の中にさ、うん、膨大な情報量が詰め込まれてるわけじゃない。あれはすごいよね。そうね。だからまあ、ケントっていうやつが、明らかにキーパーソンなんだけど、まあ、中盤まではもう、本当に姿を隠されていて、うん、で、まあ、 割となんていうのかな全体の MVP は彼じゃないですか言ったら。そうか、そうかもね。だけどいい,いい存在感なんだよね、黒羽ね、マリオさん。そう。でもいいとこ持ってかせてるっていう感じにもしないっていうか、<ー>手柄にもしてあげないっていう感じ。あの、彼が嘘結婚式を仕組んだのも、 おそらく彼じゃないですか。<う>だけど、彼だっていう、なんか超明確な説明とか、こういうふうに計画して、相談して、みたいな、種、ね、明かしシーンとかも一切ないっていうのも、時間の都合もあると思うけど、あれぐらいがちょうどよかったなって思うねあれくらいが、あの、彼のキャラにもなってる。うん、そう。で、<な>もし、その、たっくんが会社なしだったら、まあ本当に彼は、 やえに告白するつもりなんだろうしね。そ,そうなんだよ。っていう絶妙なバランスなんだよね。そうなんだよ。だから割と最初から最後まで、まあまあまあそこはくっつくっしょっていう安心感もあると言えばあるし、うん、それはゴールといえばゴールで見えてはいるんだけど、でもやっぱりね、え、マジみたいな。え、いや、なるよ。え、もしかしてみたいな。うん、え、もしかしてビターエンドみたいな、うん、のは本気で思っちゃったのはやっぱそういうとこなんだよね。そういうとこもあるね。全然フェアだからさ、彼が。 もう、あとさ、もう後半に行くにつれて、ちょっと最終回だけじゃない話になってくるけど、はいはい、後半になるにつれてどんどん、うん、いや、ラブコメってそこまでしなくていいよっていうところに、ぐんぐん入っていったから、それもあって、うん、なんかもうさ、正直ね、うん、10話で、このドラマ終わってよかったんだよ。うん、そうだと思う。だか、いつ終わってもいいぶっちゃけ。ね、いつ終わってもいいじゃん。もう、う形ではあった。そう。で、嘘を本当にしようよね、うん、いつ終わらせてもよかったんだよ。うん そしたらなんか、最終3、4話くらいで、いや、もう、もうそこまで行くと、もう終わらせるの大変になるからっていうところまで、ズブズブ入ってくのよ。こうなんか、あのさ、俺元カノの話とかさ、俺よかったんだよ。俺もね、実はね、結構あの人すげえなって思っちゃった。俺中村ゆりかさんも好きでさ、あの、キャラとしても好きだし、あの、やっぱ役者としても好きなんだけど、あれさ、 やんなくていいよ、普通。そう。結構ね、ドラマとしては突っ込みどころみたいな風になっちゃう可能性も高いもんね、割と。うん。なんなら俺さ、あの、同じようにハマってる人がいてさ、すごいあの、激論交わしてたんだけど、あの元カノの登場で切った人が結構いるみたいな。そうなんだよ。やっぱそう。あれはリスクなんだよ。そう。そうだよね。だから俺も、あんまりさ、そのさ、ほら、俺、ちょっと見るのが遅くなってたからさ、ネットの反応見ないようにしてたんだけど、なんかあれは、 かなり抵抗感を覚える人、そうなんだよ結構いたんじゃないかなと思って。危ないよ、あれは結構。でもね、やっぱ蓋開けてみると、あんなに誠実にやってるのすごくないそうなんだよね。結局あの人のこともめっちゃ描いてるからね。そう。でさ、あれがあるから、やえちゃんっていうのがね、なんか人間になるんだよ。もう、あれでさ、身を引いちゃうのって、おいおいおいじゃん。そうね。八ちゃんって。でも、 それが八重ちゃんだったと思うし。そうね。あとね、あのね、元カノの感じている、そのこう未練の感じと、八重ちゃんのその申し訳なさ。あの、誰かを不幸にしてるんじゃないかって申し訳なさって、俺ね、だいぶありふれてると思う。結構身近では聞く。ああ、なるほどね。が、ドラマにはできない。なるほど。あの、ドラマにするとあまりにも身も蓋もなくなったり、見てて気持ちが良くない。だって、例えばなんていうのかな。 俺あの、脚本家がひどい目に遭うドラママジ見れないわけよ。はいはいはい。あまりにも短すぎて。はい。みたいなのが、あの、全国規模で起こるっていう話を、俺あの、元カノと八重ちゃんの話でやってると思ったの。なるほど。うん。なんだろ、その共感性申し訳なさみたいな。そうそうそう。で、あまりにも、苦しい見てて、もういい、いい、もういいからそれドラマで見るの辛いっていうところまで入ってったと思ったんだよ。なるほどね。なんかね、僕はね、ある意味逆の、 解釈かもしれないんだけど、そ,その、まあ、誰しもって言うと言い過ぎかもしれないけど、うん、その、初恋人で、うん、まあ、初人生の伴侶になってる人も、うん、まあ、いっぱいいるとは思うんだけど、うん、まあ、基本的には自由恋愛世界の中で、うん、誰しも、まあ、元恋人がいる可能性はある。で、その人の、えー、片思いに終わってて、 で、その人が振った形の人と付き合ってるみたいな状態だった場合、うん、まあ時間を経てだとしても奪ったことになるみたいなことって別に誰しもパートナーがいる人はあるじゃないですか。ある,ある、ある。でも、そこからそれを理由に身を引くっていうことをしだしたらもうキリがないよねっていう、その罪悪感とか、後ろめたさとか、その過去への思いを馳せるみたいなことっていうのはほぼ全員の中にある。中で、 本当に身を引くみたいなことがフィクションだと思ったんですよ。はいはいはい。それができるのがドラマだと思ったんですよ。はい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 。それで、むー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 っていう顔して終わりだったら、それってほぼドキュメンタリーっていうか普通の人の話じゃないかっていう。いや、結構変わった人の話だから描くんじゃん。もともとさ、それは分かってるじゃんっていうところで、僕はむしろブレてないなと思ったんですよね。はいはいはい。で、プラス最後に、たっくんが結婚式場にバンって入ってきて、 奪うわけじゃないっていう、そ,うその選択肢が、もう伝統の、あの、卒業とかの、ああその伝統の、もう本当にひっくり返しですよね。ああで、それが、あ、たっくんって八重になっちゃったんだっていう。はい,はいはいはい。そう、たっくんって八重みたいな人になっちゃったんだっていうことじゃ,じゃないですか。 なるほどね。あ、申し訳なくて譲るっていう人、タックンの今までの人生からだったら全く考えられない。うん、もうすべて自分のこう武器にして思い通りにしてっていう人だったんだけど、あ、八重の気持ちがタックンにコピーされたんだってなるんだとしたらその直前に八重はそうじゃなきゃいけないわけですよね。なるほどね。っていう意味で、あ、似たもの夫婦だなっていう真道のセリフもありましたけど、うん、それでいうと、あの、ものすごくそのタックンが最後に結婚式場で取った行動っていうので、 あの、元カノが出てくる意味も全部分かったっていう。なるほど。形で、すごいね、ねストーンと落ちたんですよね。はい,はいはいはい。うん、あ、それはわかるな。そうそうそう。あ,そうね、あの夫婦が似ていったっていう、うん、なんか異常に優しくなっていった夫婦。うん、で、その世界への戦闘力みたいなものは落ちてるんだけど、うん、そのタックンはやっぱ商売としてバリバリじゃなくなる可能性があるじゃないですか。そうなんだよな。なんだけど、でも二人で寄り添うことによって守り合えるっていう、それが結婚っていうことの意味かもしれないよね。<laughs> っていうのって今の時代の結婚解釈としてかなりなんか真面目だなと思う、ね、そうなんだよ結局タックンがさ、うん、ごめんとありがとうを言うようになったっていうのもさいいじゃないそうその程度のことなんだけどそうそう,そ,うそれってタックンの今までの戦闘スタイルとは違うものなんだけどでもいや八と一緒の人生の 戦闘スタイルにシフトしたんですけどね。っていうことですよね。だから、結婚というテーマにも、実はものすごく真正面から向き合って、独特な回答を出してるなと僕は思ったんですよ。だから、それで言うと、俺も、その、ヤいちゃんって、こう、あの、身を引くっていうのは、フィクションにしかできないことって言ったけれども,も、本当にその通りだと思うんだけど、それを身を引くはせずに、 うじうじするっていう人は俺いっぱいいると思うって感覚だった。はいはいはい。でもさ、それってさ、多分一生引きずるじゃん。そう。そのうじうじ。でも、ややちゃんは、あの、ちゃんとそのドラマ的な誇張によって、本当に身を引くっていうのをやった上で、それこそ、たっくんの、あの、ぐいぐい行くっていう、その自分で嘘をついてでも、何かを手に入れる。だから最後の嘘は、あれは、初めて、 自分のための嘘だったんだよね。あ,<ー>あの人から言われてたじゃん。あの、はい、えっと、えっと、ね。あの、ケちゃんから言われてたのは、うん、八重が嘘つくときは、誰かのためなんだよ。っていうのを、はもう全員の共通認識だったし、うん、八重ちゃんもそういう行動原理で生きてるんだけど、うん、最後の嘘だけは、自分のためにやってんだよね。うん、なるほど。っていう意味でも、うん、その八重ちゃんはその、かなりこう、 なんか、申し訳なさとか、過去とかに渡って申し訳ないと思っちゃう、うん、その気持ちからもアップデートされたと言えるのなるほど。だから、うん、ある意味、えっと、やえちゃんは、あそこで、けんちゃんを傷つけるという選択をしてるとも言えるんのよ、うん。確かにそうだね、うんそう。それはね、俺ね、本当にリアタイの感想かなんかでも呟いたんだけど、うん えっとね、ちょっとだけ八重がたくみっぽくなってるんですよ。そうで、たっくんがちょっとだけ八重っぽくなってる。そうなんだよっていう話だっていうのが最終回分かったんですよ。そうなんだよそう、今までの八重だったら、すごいよ。そう、あの嘘婚式に乗っからないんだよね。うん、そう乗っからないんだでも乗っかるっていうのは、うん、自分に初めて正直になり、うん、ごめんねっていう、うまあ、人をちょっとだけ押し抜けても、<う>幸せは幸せそれぞれだからっていう結論を、 選んだという、初めての選択。で、けんちゃんがまた泣かすのが、うん、最後、俺の箱に入ってたのは、はい、タっクと、うんとヤエが、うん、幸せそうなタっクんとヤエが箱に入ってたんだっていう、ことを言うからこそ、彼にとっては、けんちゃんにとってはヤエを手に入れることよりも、うん、二人が不幸になることが一番嫌なんだっていう。うん、そうね。 この三人の友情。そうね。で、この三人の友情っていう話がなぜ成立するかというと、あのトリンドル・レナちゃんの話があるから成立するんだ。そうですね。女だと、友情って成立しないのっていう話がある。性別が違うと相手のパートナーができると付き合い方を変えなきゃいけなくなるというですね。そう。非常に真摯なセリフがありまたそれがあるから、最後に、ケンちゃんが身を引くっていうのはん。 だからレミは絶対必要なんですよ、ね。レミは絶対必要、ね、なんです。そうなんですよね。ねそこですごかったのが、そのレミと、うん、えー、ヤエが同じアニメ見てるっていうね。そうなんだそこも敵とかじゃない。全然敵じゃないし、あの男子多い敵ぼりの女子の仲良しもある。 どうね、ちょっと一回切りましょうか。一回切って、<laughs> ちょっと後編に終わらせられると思ってた。た俺は思ってなかった。絶対無理 <laughs>、えー、というわけで、無限もやかしは YouTube と Podcast で配信しております、えー。ウソコンについては過去に、えー、既に2本配信しておりますので、そっちもぜひ聞いてください。はい、以上、大島颯之でした。高野湊でした。ありがとうございました。